なんか、10月から暮らしに関わる税額や料金が変更になるようで、その中に NHK 受信料も含まれてるみたい。ついに NHK 受信料の引き下げのようだよ。ではちょっと、報道内容を詳しく見てみるね。10月から暮らしに関わる税額や料金が変更になる。税制改正に伴い、割安な第3のビールやワインに加え、タバコが値上げされる。一方、NHK 受信料は引き下げ。砂糖、愛煙家には厳しい秋になりそうだ。第3のビールの税額は 350ml あたり 9.8 円。ワインなどの果実酒は同 3.5 円それぞれ引き上げられる。ビールの税額は 350ml あたり7円。日本酒は同 3.5 円それぞれ下がり、買い求めやすくなる。2026年には、ビール、発泡酒、第3のビールの税額は約54円に統一される。そして NHK 受信料は引き下げられる。地上波のみの契約者が口座やクレジットカードで支払う場合、月額35円下がって1225円となる。衛星契約も含む場合は、月額2170円と60円下がる。値下げは NHK 改革の一環で2018年に決まったもので、昨年10月の消費税増税時に価格を据え置いて実質値下げを実施したことに続く措置となる。NHK 受信料。月額35円下がって1225円。なんか微妙だよね。まあ下がることはいいことなんだけど、たった35円ってどういうことなの？みんなコロナ禍で大変なんだから、せめて3桁にしないと国民は納得しないと思うよ。そもそも NHK の受信料自体が高すぎるんだよ。NHK の社員たちがこのコロナ禍の中でどれだけの給料をもらってるのか、日本政府はわかってるの？新入社員から年収1000万超えだよ。しかも国民の受信料で成り立つ NHK なのに、反日報道を堂々と放送するわ、犯罪はするわ、中国には無料コンテンツを配信するわ。NHK はもうやりたい放題やってるんだよ。それなのに月額たったの35円値下げなんて国民が納得できるわけがないでしょ。なんかもう NHK って聞くだけで疲れちゃうよね。とにかく菅内閣は行政改革をスピーディーに変革していっている最中だからね。河野行革省を中心に NHK 受信料に対してももっともっと値下げに踏み切ってください。もしくはスクランブル化、受信料廃止などの厳しい措置でも構いません。そうしないとコロナ禍で生活が大変な国民は NHK 受信料に苦しめられるばかりです。今の国民の生活状況を鑑みた上で、日本政府は至極真っ当な判断をするよう何卒よろしくお願いいたします。